1895年ピルー撮影のマスネ、エロディアードは、ジュール・マスネによる4幕6馬のグランドオペラで、初演は、モネ劇場で1881年12月19日に行われた。リブレットは、ポール・ミー・リエ及びアンディ・グレモンにより、フランス語で書かれている。ギュスターブ・フローベールの小説、3つの物語を、素材としている。 1970年のトゥールーズキャピトル劇場での上演、エロディアードは、マスネが作曲した3つのグランドオペラ、ラ・オール・ノー・ルシットとこの作品の中では最も出来が良いと言われている。マスネの代表作である、ウェルテル、マノミやダイスなど、叙情的なオペラとは全く趣きが異なる。エロディアードの特徴は、エネルギーと男性的な推進力にあふれていることである。 初演のモネ劇場では初演以来55回の上演がなされ、その功績からマスネはレオポルド勲章を受賞している。1884年2月1日にパリのイタリアザでの再演はアンチェロ・ザナルディーニの以後翻訳によるものだが、場面構成の見直しや役の追加なども加えられ、初演の3幕5場構成から4幕6場に改定し、現在の形となった。 イタリア初演は1882年2月23日にミラノスカラザにて行われた。アメリカ初演は1892年2月13日にニューオリンズのフレンチオペラハウスにて行われた。配役はケニャール、デュビビエ、バルエ、ジルモ、レイ、デュラン、ロッシラであった。イギリス初演は1904年7月6日にロンドンのコベントガーデンドイアルオペラハウスにて、 サロメと解体して行われた。配役は、カルベ、ラン、シャルル・ダルモレス、モーリス・ルノー、プラン・ソン・ラ、指揮はロースであった。日本初演は、東京オペラプロデュースによって2012年6月24日に、新国立劇場中劇場にて、大隅近子のサロメ、大川む子のエロディアード、内山慎吾が、ジャン、 秋山隆則が、エロデオー、ミネシ激のファニュエル、カ西イ氏トシのビテリウス他の配役で、飯坂淳の指揮のもと、東京オペラフィルハーモニック管弦楽団と、東京オペラプロデュース合唱団によって上演された。なお、演出は、矢木清氏で、同歌劇団の第90回定期公演として行われた。舞台裏、約2時間15分時と、ところ、 西暦30年頃のエルサレムアンリレビによる、エロディアードナンシー美術館所蔵第一場1917年の、上演時のエロードの部屋第二場1917年の、上演時のエルサレムの広場第一場第二場、サロメを演じる、マリア・ファルネティ1917年の上演時の、寺院内の裁判所、第一場第二場カラバッチオによる聖ヨハネの残首。ありがとうございます。